鈴木京香、強化交番、若村真由美主演、機銃ドラマ、第一話で分かった富士とネットフリックスへの計画崩壊。若村には辛い、比較は不可避、実態7月20日、若村真由美、56、主演の連続ドラマ、この素晴らしき世界、の第一話が、富士テレビ系の、木曜劇場、枠、木曜午後10時、で放送された。本作は、 平凡な主婦が大物女優になりすまし、二重生活を送る姿を描いたコメディ作品だ。本来なら鈴木京香、355が主演を務める予定で脚本も彼女を意識したあて書きでした。しかし、5月11日に鈴木さんが急な体調不良により降板すると発表された。代役として白羽の矢が立ったのが若村さんでした。 なお、鈴木さんの病状については、手術や入院が必要だったが、彼女自ら自宅での療養を選択したと、7月13日発売の、フライデイ、講談社、で報じられています。事実根状態の長谷川博喜さん、46、が、ほぼ毎日つきっきりの状態で、献身的にサポートしていると言いますね。ワイドショー関係者。そんな、この素晴らしき世界。 の第一話なのだが、本編ではなく CM に鈴木が出演していたことが話題を呼んでいるという、長野外区ク323が主演を務める NETFL 配信ドラマ、ミタラシックか、炎上する映画がこの素晴らしき世界の放送中に流れたんです。みたらしかには鈴木さんが美しく凄みのあるみたらしカの五歳巻子として出演しています。 が彼女は物語の非常に重要なラスボスのような存在のキャラクター。すべての発端となった13年前の見たらしい映像事件で意味深な笑みを見せていたシーンを筆頭に、とんでもない役所を鈴木さんは講演しています。鈴木のインスタも、今回を盛り上げる2作品を強調、リアルタイムでフジテレビのこの素晴らしき世界を視聴していたファンからは、鈴木京香さんが 公番した地上波ドラマの合間に、ネトフリの鈴木京香さんドラマの CM が流れとる。京香さんが降りたドラマで、京香さん主演ドラマの CM して永遠か多分このドラマ前に収録が終わってたのだろうけど、ここで京香さんのドラマの CM かいといった声が SNS に寄せられたのだ。また、鈴木の公式インスタグラムは同日に、 この素晴らしき世界の告知をしていたが、そして今日の写真は昨年撮影をしていたみたらしか炎上するのロケ現場からの眺めです。中略、今回を盛り上げる2作品、どちらもぜひお楽しみください。と、スタッフはロケ現場の写真を添えて投稿していた。NETFL のみたらしか。 この素晴らしき世界の約1週間前に公開されたばっかりです。本来なら、鈴木さんが主演の富士、この素晴らしき世界の放送中に、同じく鈴木さん主演のネトフリの、見たらしかの CM が流れ、話題性を作り、相乗効果で両作を見てもらう計画だったのでは、と強く感じさせますね。計画通りなら、富士とネトフリはウィンウィンへの関係になれた。 しかし、それは鈴木さんの体調不良で叶わないものになってしまいましたね。さらに、ただでさえ若村さんは鈴木京花の代役で主演というのが放送前から認識されているのに、鈴木さんの話題作の CM まで流されてしまったわけで。そうなると、どうしても視聴者が比較してしまうのは避けられないですよね。若村さんには辛い状況だと思われます。 あなたにって言われる役者で居続けたいと思います。鈴木と若村については、若村真由美さんもとっつっても素敵だったけど、鈴木京香さんだとまた変わっただろうな。炎上で続々させられているところだから見たかったなからと思ってしまう。CM で見るたびに、若村真由美は冴えない平凡な主婦には見えんな。と思ってしまう。 鈴木京香だって花のアルドビジンルックスなのにこっちは冴えない感じもいけるの何だろうひとえにヘアメイクとかスタイリングの違いかという声もある一方。 謝罪会見の若菜さん米印若村の役名の言葉というか話し方が本当に台本を必死で覚えた人間で自分の言葉で即興で話したり会見に慣れてる人間の話し方じゃないのがやはり若村さんの演技力だなって思いながら見ていた若村さんは当初から配役されたかのような演技で凄さを感じた。と、演技力を絶賛する声も多い。 若村さんの演技は全体的に高評価です。あまりにもスーパーの仕事を舐めきっているバイトの後輩、平イ奈にキれる場面や、大物女優として謝罪会見に臨む際の、いかにも素人が原稿を暗記しただけの棒読みの演技。テンポの良い編集も込みで描かれる、シェイプアップするためにジムで過酷な筋トレをしたり、エステで消化を強制される際の悲鳴など、 コミカルな演技も本当に面白い。もちろんシリアスな場面もメリハリが効いていました。さすが大ベテランの若村さんといったところです。7月20日に行われた取材会で若村は、ドラマのタイトルにちなみ芸能界を、素晴らしき世界、と表現し、あなたにって言っていただけることがありがたい。どんなお仕事でも必要とされるってことがこんなに幸せなんだなと。 あなたにって言われる役者で居続けたいと思います。と、コメントしていた。あなたにと鈴木に代わり役を任された、若村。しばらくは比較されるだろうが、しっかりとやり遂げることだろう。